白いアルビノ個体、異頭学名、パラフチョペリーは、サケ目サケ科一頭属に分類される、淡水魚。別名は、糸のように細長い体型を持つ個体が多いことから、名付けられたとされる、糸、井戸、チライ、尾びらめなど。かつて一部の釣り師により、公開型が、尾びらめで、糸のようにスリムな体型を持つ河川型の一頭とは、別種である旨の分類がなされたこともあるが、本来イトウは、容易に公開性を獲得できる能力を有しており、この認識は間違いであったと考えられる。日本最大級の淡水魚として知られており、体長は1メートルから大きいものでは 1.5 メートルに達する。記録上最大の個体では、1937年に北海道の十勝川でおよそ 2.1 メートルのイトウが捕獲されたことがある。また、体長1メートルに育つまで10年程度の時間が必要である旨、イトウ研究者からの発表もなされており、サケ科の魚としては長命である反面、成長速度が非常に遅いという特性がある。この点が、イトウの希少性と相まって、個体数の減少に拍車をかけているものと考えられるため、早急な保護策の策定が急務であると考えられる。和名は、糸魚の意味で、これは、サケ類としては全長に比して体高が低く細長い体型である上に、後述のようにサケとは違い早春に上流に遡上、産卵するため、初春から晩春にかけては生殖活動後の痩せ細った個体が多く見られるために、糸のように細い魚という印象が持たれたことによる。婚姻色は、しばしば鮮やかな茜色で、大きな魚体を川面に反転する姿が目撃される。ことから、イトウの羽として、釣り師の格好の狙いの的になることがある。また春に遡上するイトウは、その魚体の大きさから、種川において、容易に姿を見つけることができるため、特に遡上期における保護策の徹底が重要である。種小名のペリーは、黒船来航を率いたアメリカ海軍提督、マシュー・ペリーが函館に寄港し、イトウのことを、イギリスの生物学会に報告したことから命名された。日本では北海道の一部の河川、湖沼に、その他に樺太や南千島に生息している。現在、イトウの生息する南限は北海道の後別川であるが、河川改修や森林の伐採、農地拡大等による汚泥の流入、ダムによる川の寸断などにより、後別川での自然増殖はほぼ絶望視されている。かつては岩手県で一水系、青森県小川原湖のほか一水系にも生息していたが地域絶滅した。北海道には広く分布していたが1960年代には9水系での生存が確認できなくなっていた。また1980年代末には24水系での生息報告が途絶えた。生息水域が減少した主原因はダムや島しょ港、取水堰など河川内構造物による遡上妨害、河川の直線化と氾濫源の農地化による産卵、生育環境の悪化とされているが、産卵開始までの期間が長く成熟年齢が遅い、産卵を行う、最上流域までの移動距離が長いといった生物的な特徴も減少の要因と考えられている。また、ロシアでのサケ漁による混獲も原因となっているとの説もある。背は青みがかった、褐色、側面は銀白色、腹は白色で背と側面には無数の小黒点がある。また産卵期には特にオスに婚姻色が現れ、全体に赤みを帯びる。体は全体的に細長く体は円筒型で、体高は低い。また他のサケ類と違い、頭部は平坦である。両顎は頑丈で歯は鋭い。イトウ属はイトウただ一種によって構成されているが、ユーラシア大陸にはイトウに生態や形態が類似したフチョ属が分布している。フチョ属には極東ロシア沿海州、中国東北部、シベリア地方、モンゴルなどに生息するアムールイトウ、中国の揚子江に生息する長江イトウ、ヨーロッパ中央部のドナウ川に生息するドナウイトウ、北朝鮮に生息する高麗イトウ、中国から流れ出るメコン川に生息するメコンイトウなどがいる。これらは北海道などに生息するイトウとは違い、一生を完全に火星や故障で過ごす、純淡水型であり、決して後悔しない。20センチメートルほどの幼魚イトウは、他の鮭類に見られるように公開性を持つ。急流性の河川は好まず勾配の緩い河川を好み、生息し、稚魚の生育には氾濫源のような水域が必須とされている。一部の個体は、汽水域や沿岸域で生活するが、通常は、夏季は上、中流域、冬季は下流域で生活する。公開後の海洋での生活史は十分に解明されていない。公開後の個体が沿岸でのサケマス漁で混獲されることもある。性成熟は、メスで6から7歳、約55センチメートル、オスで4から6歳、約45センチメートルで迎える。他の鮭類と違い産卵後に死なず、一生のうちに何度も産卵を繰り返す。北海道での産卵期は3月から5月であるが、寒冷な地域では遅くなる。産卵床は、河川の上流域の縁と背の間に、メスが作り、そこに5000から1万粒程度の卵を産む。産卵床は他の鮭類より大きく直径2から3メートルある。メスは5から6回に分けて産卵し、この間雌雄ともに相手を変えることも多い。またオスはメスをめぐっての闘争を行うことがあるが、勝敗は体の大きさで決まる。また、産卵床の形成場所がニジマスと重複し、産卵時期がニジマスより早いイトウの産卵床が掘り返されることもある。卵は鮮やかな朱色で直径はおよそ6ミリメートル。受精後37から40日で孵化する。孵化後の稚魚の体長は 1.5 から 1.7 ミリメートル。稚魚の体の側面には6から7個のパーマークがあり、体長が15センチメートルほどになると消える。寿命は長く、15から20年以上生きる。搭載魚は、岸寄りで流速の緩い場所に好んで生息し、主にカゲロウ類等の水生昆虫を食べるが、陸生昆虫の水面落下個体はあまり食べない。1歳魚以降は流深に近い場所や、水面上に河畔樹木の枝が張り出した2メートル以上の水深のある淵などに移動する。また魚食性が現れ、共食いを含めたの魚を食べるようになる。ただし、ヤマメや、アメマスより動きの鈍いフクロジョウを多く食べているとする研究がある。大きな個体はカエルやヘビ、ネズミ、水鳥のヒナ等を食べることもあるほどの悪食さでも有名で、口述のように鹿を飲んだという伝説すらある。山の水族館のように展示用に飼育している施設があるほか、青森県鰺ヶ沢町などで食用に養殖されている。飼育にあたっては水温を18度以下に保ち、餌は肉食熱帯魚用を与えれば十分であるが、他のサケ科の魚類と違い稚魚期は比較的食が細い。強い流れは好まない。クリティクリーエンデンジャード絶滅危惧アイビー類産の水族館、イトウの大水槽その希少さと大きさから釣り人や自然愛好家、魚類研究者の関心が人気が高く、幻の魚と呼ばれている。主にルアーやフライで狙うが、餌を使う場合もある。ルアーなら、ミノーやスプーン、フライなら、ストリーマーなど、餌なら土壌の活餌を用いる。釣り期は、道南では、雪代の始まる、直前の3月と川が閉じる前の10から11月、道東や道北では5の6月と10から12月。ただし、希少種なので捕獲はせずキャッチ&リリースが、励行されている。2007年時点、イトウは禁漁期がなく、他の魚種の保護と比べ取り組みが遅れている。また商業利用の邪魔になるとして、サケマスの養殖をはじめとした漁業者に敵視されてきた歴史がある。北海道では環境 DNA 解析による生息推計の調査、産卵のための遡上を助ける魚道設置といった保護活動が行われている。養殖が北海道と青森県内などで行われており、河川への放流も盛んに行われている。食用にも流通し、一部の店ではイトウ料理を食べることができる。肉は白身で脂が乗りうまい。旬は特に脂の乗る越冬期の10から3月。道外の管理釣り場に放たれていることもある。青森県鰺ヶ沢町では白神山地から流れ出る赤石川の冷たい水を利用して1985年に養殖を始めた。現在は年2000匹程度を漁獲しているが、水温が上がると養殖魚が死ぬこともあり、多くは地元の飲食店で消費される。アイヌ語で、イトウは、チライ、オッペライペ、トシリ、ヤヤッテチェプなどと呼ばれている。河川の名称に、これらの言葉が残っているところでは、かつてイトウが生息していたと考えられる。イトウは、食用は、元より丈夫な皮が、衣服や履物にも利用された。民間伝承として、怪魚、チライの話があり、漫画日本昔話でも取り上げられている。そのチライは鹿や人さえも飲み込んでしまう怪魚であったが、アイヌの勇者、カンナカムイにより森で退治された。その死体は川をせき止めるほど大きく、そのせいで湖ができたという。その死体には森が刺さっていたが、カンナカムイの姿はどこにもなかったという。イトウの生息に由来する地名が、北海道各地に今も残されている。昭和初期に屈斜路湖で人工孵化が行われたとの記録が残る。1970年代以降、水産試験場や北海道大学などのグループが養殖実験を行い、採卵した発眼卵や稚魚を他の研究機関などに提供した。2000年代になってもイトウの個体数は減少を続けており、現状のうち水面での保護施策では、資源回復は見込めないと考えられている。北海道及び北海道内のいくつかの自治体では保護条例を制定し保護活動を行っている。一方、遡上を容易にする目的で設置されている魚道が目論見通りに機能していないとの指摘もある。また、水系ごとに異なる遺伝特性を保持していると考えられるため、増殖を目的とした放流に際しては、他水系からの移植は避けるべきであるとする指摘もある。ありがとうございます。